今日は私の誕生日です。4歳の息子に何気なく。今日ねー、母ちゃん誕生日なんだー。父ちゃんすっかり忘れてたね。って言ってしまった。すると、保育園に行く道のりで会う人会う人に。今日母ちゃん誕生日なんだよ。母ちゃん今日生まれたんだよ。と嬉しそうに言う。みんなスルーするかと思いきや。おめでとうございますとかこれからも頑張ってね。おめでとうと温かいお言葉をいただきました。保育園についても。先生今日母ちゃん生まれたよ。と大声で喋っていた。みんなからおめでとうって言われて嬉しかったけど、息子に言われたおめでとうが一番嬉しかった。そして息子から大量のどんぐりをプレゼントにもらいました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。